東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストの皆様へのインタビュー。本日は、サチさん、ツナさん、アイさんの3名にお越しいただいております。ボランティア活動の魅力や、活動するにあたって大切なことなど、さまざまなお話を伺ってまいりたいと思います。皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速ではございますが、自己紹介をお一人ずつお願いしたいと思っております。はい、その際にこれまでのボランティアの経験やシティキャストに参加応募されたきっかけなどを交えてお話ししていただければと思います。ではよろしくお願いいたします。あ、こんにちは、サチです。私は会社の中で企業広報に関わっていた時期が非常に長くてですね、社会貢献活動っていう観点からボランティア活動にも関わってきました。こう身近なところだとオフィスの周りのゴミ拾ったりとか、公園のゴミ拾ったりとかですね、あとはチャリティーランっていうイベントに参加したり、あとは児童施設に行ってお掃除をしたり、あとはその子どもたちと遊ぶというような活動もやってきました。でかなりその会社生活も長くなってきたときに、その企業の活動じゃなくて自分個人プライベートとしてもやっぱりボランティア活動を何かやってみたいなというふうにこう考えるようになりまして、一つは自分の今住んでいる地域、それからあとはもう一つは自分の生まれた地域、そこになんかこう自分でなんかこう木を貢献できるようなボランティア活動っていうのをずっとここ数年ぐらい探して少しずつやってきています。趣味がですね、いつもスポーツ観戦って言うんですけども、日本代表戦もどんなスポーツもなんですけど日本代表戦とかですね、あとは地元のチームが他の県のチームと戦うとかですね、そういったものも含めてもちろんテレビ観戦もしますし、行ける時には会場に行ったりもしていつも楽しんでます。で今回その東京オリパラ大会が東京に来るっていうことで、多分これに自分が関われるチャンスっていうのはもう多分もうこれ一度だろうなと思ってですね、何としても関わってみたいということで今回シティキャストの方に応募いたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ツナです。よろしくお願いします。2013年に東京オリンピックが決まりました。私小学校6年の時に12歳の時に前回の東京オリンピックが東京で開催されました。その東京オリンピックの最後の閉会式、この時にですね世界が一つになった、国を超えて人種を超えて性別を超えてですね世界が一つになったという閉会式の行進をその時初めて見て、それをまだ覚えてます。で思い出しました。日本のですね騎士の方をプラカードを持った方を外国の方が肩に担いでですねトラックを一緒にすると、そこにみんな各国の方が一緒にですね腕を組み組みながら和気あいあいとですね言葉も通じないだろうのに、目と目でお互いに言葉を交わしながら微笑みを交わしながらお互いの今までやってきたオリンピックでのその一生懸命やった思いをですね各自が共有しながらですね閉会式が終わったのを鮮明に覚えてまして、ぜひ、東京オリンピックが、開催されるんであれば私も先ほどサチさんが言われたようにこれが最後のチャンスだなというふうに思いまして今回応募させていただきました。以上です。ありがとうございます。はい、愛です。よろしくお願いします。私はこういう国際大会のボランティアに30年ほど前にたまたま国際卓球大会の審判団の通訳アシスタントとして入ったことがきっかけで、それから10年ほどフィギュアスケート大会とか柔道とか等々参加させていただきました。で、その、
出産して子供がいてから20年ほどは子供の、習い事、空手だとか少年野球だとか、空手だと審判の決まり手のカウントをしたりとか、そういうのボランティア、あとは学校行事で芋掘り遠足に行ったりとか、そういうボランティアをさせていただきました。で今回はフィールドにまた戻りたいとも思ったんですが、フィールドは息子が、大学生の息子がやることになっておりましたので、今回私はその選手の方ではなくて、選手の方の大事な方々が日本にいらっしゃいますので、いろんな国の人とぜひお話がしたいと思って、こちらに、シティキャストの方に応募させていただきました。ありがとうございます。こちらの素敵な3名の方々にいろいろお話を伺ってまいりますが、まず最初にですね、ボランティア活動に興味を持ったきっかけ、そのあたりをお伺いしたいと思うんですけれども、皆さんなぜボランティアをしようと思われたんですか？そうですね、私は先ほどちょっとちょっとお話ししたんですけども、もともとその、広報っていう仕事を通して始めたっていうことがあるんですけども、多分ボランティアの魅力みたいなところにもつながってくると思うんですが、例えば今日も我々こう同じようなユニフォームを着るとですね、初めてお会いして、多分日常の生活では絶対こうすれ違わないだろうなっていう方とも、なんとなくこうすぐに一体感ができたり、あと今日ここに来るときに、駅でやっぱり同じこのユニフォーム着てる方を何人かこう見かけたんですけども、そこでもこうなんかこう一体感が湧いてきたりとかですね、なんかこう全く知らない人たちが同じ空間でなんかこう成功を願ってるみたいなところ、そういうその空間の魅力に惹かれて、なんかこう続けてるなっていう感じがします。そうですね、そういう安心感みたいなのがありますよね。さっきさちさんが話してたんですけど、私も実は企業で参加されているチャリティーランですね、公共の大手町の周辺のですよね、私もそうですね、若い頃走っておりましたので、きっともしかしたら重なってるかなっていうの、重なってるかもしれません、私もありますね、やってました、あとボランティアやっているとやっぱりいろんな価値観の方に出会うことがあるの で、やっぱり会社だとみんな環境が一緒で、同じような考え方をしていて、生活の中でこう普通の生活、通常の生活をしていると会わない方にお会いしたりとか、特にこういった国際大会は205カ国の方がいらっしゃいますの で、本当にいろんな価値観があるので、なんかすごくいろいろ自分が自分の客観的な考え方とかなんか勉強したりとかできるし、なんかすごい嬉しいですよね。そうですよね。なんか安心感がありますよね。そういうことでなんか、どうでしょう。すいません、私個人としてはですね、ぜひ都市ボランティアに応募した時からなんかチャンスがあれば参加したいなと思ってました。それで、スケジュールもいただきまして、もう決まっておったんですけども、残念ながらこのコロナで海外からの観客の方もいらっしゃらない、また感染防止の観点からもですね、無観客でやるということになりまして、今のところ残念ながらボランティアの機会がありません。今回は本当にぜひボランティアをやってですね、直接ボランティアの方および、世界からいらっしゃる方と心を一つにしたいと思ってたんですけども、残念ながら今のところまだその思いが届いてないというのが現実です。しかしながらやはりこうやって、東京オリンピックを開催するということで、我々もですね、一つのチームとしてですね、いろんな機会をですね持たせていただきました。もう研修もですね、ビデオしかできないような状況の中で、各々ですね、分担のタク、ラストマイル、私はラストマイルなんですけども、フィールドのキャストの方も含めまして、
オリンピックの歴史からですね、東京の魅力の発信はどうしたらいいとかですね、そういうことをオンラインを通じて、勉強させていただきました。本当に自分自身のためにもなりましたけれども、一つの我々チームとしてですね、ぜひ、これからも何かあればですね、この経験を生かしていけるのかな、ではないのかなというふうに感じております。以上です。スナさんもこの東京2020大会でボランティアに興味を持ったお一人ということですよね。そうですね、都市ボランティアですんで、私自身はフィールドもどうかなと思ったんですけども、まあ、選手の方はテレビで見れますよね。でも海外からいらっしゃる方っていうのは我々が直接日本の顔ですよね。ですから笑顔を持って接すれば、あの言葉は通じなくてもですね、日本人の我々の熱意っていうのは必ず理解していただけると思うんですよね。まあその大きな目標の一つがやはり戦争がない国、我々の両親は戦争を経験してますんで、ぜひ世界が一つになってですね、平和な国が続きますようにという思いを込めて、外国の方が来たら言葉は通じなきゃも分かりませんけど、目で挨拶をしてスマイルで返したいなと、そういうふうに思っておりました。そうですね、今回はね、あのマスクをね、あの普通の生活もそうだし、あの近所でお友達に会ってもやっぱり今までの通りに表情がすぐに読み取れるわけではないし、ちょっとみんな心の中ちょっと寂しい状況ですけども、やっぱりこう笑顔ですかね、あのボランティアの掲示板見るとみんな笑顔を持って頑張りますっておっしゃっていて、やっぱりね、マスクしててもこうみんなで笑顔でボランティアこうやってできるっていうのはすごく嬉しいことだなと思います。あの私も最初このシティキャストに応募した時は、まあ、どちらかというとその海外から来るあの観客の方とか外国人の方に、まあ、おもてなしとか、あのなんかこうご案内するようなことをやりたいなと思ったんですけども、まあ、なかなかこういう状況で難しいってなった時に、あの、まあ、次に何ができるかなってなって、で今度は無観客ってなった時に、あのシティキャストとして今度は何ができるかなっていうのをこう随分こう考えてた時期もあって、多分他のシティキャストの方もあの一体何担当できるかなって多分考えてた時期もあったと思うんですけども、あのやっぱりそのもう全世界から選手の方々がある意味その命を懸けてここの東京に日本に集まって、戦うという時にやっぱりあのそういう選手の人たちをなんか心から応援したいなってすごくこう思うようになりました。で今回その応援メッセージとか、あと東京とかあと日本の魅力をも発信するっていうようなこう企画が上がりまして、あこれならできるじゃんっていうことでですね、まあ、乗っかっていくつかあの投稿してみたんですけども、多分やり方っていうのはいろいろあるかなと思ってまして、まあ、特にこういうデジタルな世の中なのでつながるっていうのも多分対面じゃなくても、なんかこういろいろ方法があるのかなっていうふうに感じてます。そうですよね、私あのボランティアで一つだけ、本当になんか変なんです、芋掘り遠足にボランティアで行った時に小学生の子供が、ランドセルで来たんですね。で外国籍の方 でちょっと思い込みがあって間違っちゃったんだろうと思ってリュックサックを持ってきてくださいってお母さんに電話をしたら、それでいいんですって、子供が選んだのでランドセルでいいって親も親子ともにおっしゃるんですね。でその時にでもまあ、ね、汚れるしっていろいろな考えが出てきちゃうんですけど、やっぱり一言その今までボランティアをちょっといっぱいやってたので、国際的なボランティアやってたので驚かせることいっぱいあったので、とりあえず一言そうかっていうことで話を聞いて、まあ、でも結局申し訳ないんですけどリュックサックになっちゃったんですけど、ちょっと組んであげることがもしかしたらこの多様性を求められる今社会では必要なことだと思うので、ボランティアとして参加するとやっぱり205カ国の方いらっしゃいますから、私たちのなんか力になるような気がしますね。
か今この思いがけないことが起こったとおっしゃったんですけど、なんかどういうことが起こったのかなってすごい気になっていて、まあ、その先人から学ぶではないですけどその皆様 の、 その失敗談から学ぶことってかなりいろいろあるのかなと思っておりまして、なんかそういうところもぜひお話ししていただけますか。愛さん、今のお話の続きでいかがでしょう。いいですか。私はあの30年前に、本当に30年前にあの卓球大会にあの通訳、あの審査員の通訳として入ってしまいました。あの友達のピンチヒッターで入ったんですけれども、その時にあの卓球は知ってるかって言われたんですけど、あの私が知っていたのは友達と遊ぶ程度で温泉とかでやる程度のぐらいのことだったんですけど、はいと言ってしまったので、当日行ったら審査員 の、 あの通訳アシスタントでもう頭真っ白 で当時スマホとかタブレットがなかったので、ルールブックですね、あとその大会の規約をこのぐらい厚いんですけど、こうやって持って3日間あの過ごしたんですね。でその時にもうあんまり覚えてないんですけど、もう何をやったのかも覚えてないんですけど、その審判がここの位置でって言ったら見えないとなんかいけないとかいろいろとあるんですけど、もう本当に生きた心地がしないボランティアだったっていう記憶が残っております。いろいろなご経験をされてるんですね。妙な汗をかいちゃったんですけど、でもそれがその後にあったこといろいろなきっかけで、やっぱり10年間その後、はい、やらせていただきました。楽しかったです、はい。まあ、失敗談というか、あのそのボランティアやるときに、まあ、常にこう気をつけようって思っていることで、あの実際今回 の、そのボランティア研修の中にも多分何度か出てきたことかと思うんですけども、やっぱりボランティアしようとかなんかサポートしたいとかっていうと、どうしてもこう気持ちが前のめりになっていってですね、こう自分から何でもやってあげようってこうなりがちかなって思うんですけども、あの実は人によってまあ、サポートが必要かどうかとか、あとどんなサポートをどうしてほしいかっていうのは本当人それぞれなんですよね。だからまずはそのサポートが必要かどうか、まあ、聞くとかですね、あとはそのサポート必要って言われた時に何をどうしましょうかって尋ねるとか、まあ、ちょっとこう一歩自分の気持ちをちょっとこう抑えて、まずは相手が何を必要としてるのかっていうところを多分聞き出すっていうことが意外とボランティアには大切なのかなと思ってます。で私今あの日本にあの在住している外国人の方と日本語でこうおしゃべりをしますっていうボランティアに結構ここあの数年ぐらい関わってるんですけども、その相手となる外国人の方も学生だったり、あとはその、ま、大使館で来ている方の奥さんだったり、あとはそのビジネスマンだったり、まあ、あとは留学生だったり、まあ、いろんな方がいるんですよね。でそれぞれ多分困ってることとか、なんか目指しても日本語を使って何をしたいとかっていうのは本当こうまちまちだと思うので、まずはその一人一人にこうちゃんと耳を傾けて、どうしたら一番喜んでもらえそうなのかなっていうのをちょっとこう一つ落ち着いて考えるっていうことがなんかすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、うん、先ほどお話したように前段階で残念ながらボランティア経験というのは都市ボランティアでやりたいなと思ったんですけど、残念ながら今のところできてません。でも外国人おもてなし語学ボランティアというのに、参加しまして、ビデオですけれども、その中で優しい日本語の勉強という講座がありました。でその先生がおっしゃったのは、外国人の方でも英語をしゃべるかどうか、第二語学である可能性もありますし、日本で住んでらっしゃる方だかもわからない、その時はまず最初に日本語わかりますかと、日本語で聞くのが一番いいんだよということを教わりました。しかし言葉で喋る前に、今マスクしてるんで表情は見えませんけれども、必ず目を見てるんで口角を上げて目は笑ってくださいねって言われたんですよ。口元は消えてますけども、困った時は人は必ず目を見ますよって言われたんで、
もし次チャンスがあれば、機会があれば、ぜひ教わったことを実践してですね、気持ちはスマイルだよと分かっていただけるように、あなたのために何かしてやりたいんだよと気持ちが伝わるようにですね、優しい日本語で最初に言葉をかけてやりたいな、そういうふうに思います。以上です。そうですね、やっぱり私もボランティアをしていた時に今おっしゃった通りね、日本語で話しかければいいものをちょっと外国の方だと英語で喋っちゃったりとかするして、あ、いけないなってやっぱり思うんですけど、あとなんか相手の組む方も英語が、そんなに得意ではないくても一生懸命話そうと、やっぱり英語で話してコミュニケーションを取ろうとするので、その時にやっぱり一回だけちょっと笑わなくて、男性の方ですごく体の大きい方だったんですけど、語尾がすごく英語が強くて、ちょっとドキドキってしちゃった時があったんですね。で、そうで、やっぱりあ、そうだなって今お話を聞いてて、そうなんですよね、笑っていて、で今まで全然喋れない方が、当時スマホがなかったので、今は翻訳アプリがありますけど、だいたい紙で伝言ゲームのように書いて、どこに行きたいかとか伝え合ったり、ちょっと漢字で伝わるところはお互い漢字で書き換えて伝えてみたりとかいうこともあったので、今は翻訳アプリでね、解決できますけれども、おっしゃった通りだなと、はい、思います。そうですね、皆さんの、はい、もうまさに皆さんもマスクしてても笑顔が分かるので、もう体現されてますよね。すごい具体的なお話いろいろ伺えたんですけれども、その他ですね、皆様が活動しているあたって大切にされていることであったり心がけていることなどございますか？それか心がけたいことでも構いません。何かありますか？結構 今まで のお話とも結構やっぱりつながってくるかと思うんですけども、まあ、今の流れの中でやっぱりこう日本人が外国の方を見ると割とこうやりがちなのはすぐなんか英語で話してしまうと。ところが相手はたまたまもしかしたら自分よりも日本語が上手かもしれないし、あとは外国人って言っても英語じゃなくて他の外国語を話す方たくさんいるんですよね。でそういろんな方がいるっていうのはやっぱりこうよく分かっていた上で、やっぱり結局最後はなんか今やっぱりデジタルの世の中で、この間何でしょう、 SNS を見てた時に外国人の選手の方だと思ったんですけども、今選手の方もこうバブルっていう状況の中でかなり制限されて、ね、せっかく日本に来ても日本体験したりとか日本人の方とちょっとお話しする機会限られてるんですけども、なんかこう近くにいる警備員さんとなんか お話をどうしてもしてみたいと。でやっぱりこうアプリを使ってなんかこうにこやかになんかお話ししているような内容を SNS に載せてた方がいらっしゃって、なんでしょう、やっぱりその一人一人の気持ちのことを考えるのも大切ですし、あとやっぱり今この世の中、あとはまあ筆談でもよろしいですし、もしかしたらその漢字が伝わる国の方だったら漢字で結構お話ができたりとかもするので、やっぱコミュニケーションのあり方っていうのもすごくいろいろあるので、そこら辺もやっぱりその相手の方に合わせて気をつけていきたいかなって感じてますね。私もそれ見ました。はい、やっぱり一生懸命ね警備員さんに話しかけられている選手の方を見て、やっぱり気持ちだなって思いました。はい、すごい心に残りますよね、そういう経験っていうのも。ありがとうございます。本日ですね、皆様に特別宝物をお持ちいただいているんですね。で過去のオリパラ大会にまつわるもの、また過去のボランティア経験にまつわるもの持ってきていただいているので、ぜひこの機会にご紹介いただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか？はい、ではサチさんから。これ実は昨日実家に、おとといですか、実家に電話してちょっとアルバム探してもらって送ってもらった写真のデータなんですけども、私今回自分の人生の中でボランティアっていうものと関わったのっていつだったかなってちょっとたまたまずっと考えていまして、これかなりもうすごい昔で20代の頃だったので猛烈に昔なんですけども、アメリカの田舎に留学してたことがございまして、
そこで、もう本当に田舎なんで、日本人とか本当にあまりいないんですよ。で、小学校に日本語とか日本の文化をちょっとなんか、ワークショップやってほしいってことでお話があって、はい、やりますって言ってこう手を挙げたんですけども、多分それが初めての私のボランティアだったかなって思うんですが、多分この子たちって多分これから生涯その日本人と会うとか日本人と話すとかっていうことってもしかしたらないかもしれないじゃないかなって思うんですけども、自分がすごく感じたのはなんかこう割と生まれて初めてその自分が日本人だなってすごく強く感じたのと、なんか日本のこととか日本の文化のこととかなんかものすごくこう知ってもらいたいなって思ったんですね。なんかそういう気持ちが結構この時に初めてだったかなって思って、それとやっぱり日本人であることとか日本文化とかこれからもいろんな形で、まあ、自分ができるところでなんか発信できることがあればしていきたいなって思ってます。で、今見た写真ちょっと恐ろしくてですね、多分先生がに日本的と思われるものを最後にこういろいろみんな衣装をつけて最後にみんなで集合写真撮ったんですけども、1枚着物があって、私実は着物なんか自分で着たことがないので、よく見るとこの前がですね 逆にこうなってたりとかですね、ちょっと恥ずかしい写真なんですが、なんかとても私にとっては大切な思い出になってます。素敵ですね、ありがとうございます。ではお次、綱さん、はいはい、はい、見えますか？はい、そちらは何でしょうか？これはですね、先ほどちょっとお話しさせていただきましたけど、外国人おもてなし語学ブランド、外国から来た人をですね、2013年にオリンピック安倍晋三さんでしたけど日本に決まりましたよね、はい、それで2017年からですねこの講座を開始したんです。もう4年前ですからね。それでこれをいただいたのは2017年の10月21日です、5時間の研修が終わりまして卒業証書みたいなもんですよね。でこれを利用してですね、もし機会があったらボランティアに参加するんだという熱い決意でいただいたんですけど、残念ながら今日までこのユニフォームを初めて着させていただきまして今感動してますけれども使う機会がないっていうのが現状です。その大きな問題はやっぱりコロナですよね。もうこのコロナでどうにもならないっていうのはその大きな原因であることは間違いないわけですけれども、まあ私にとってはですね本当に宝物ですよね。これからパラリンピックがまだ始まりますけれども、9月5日で終了しますが8月24日から、これからの我々の活動もまだはっきり分かりません。でも気持ちはおもてなしです。その気持ちを持って諦めずにいい機会をいただければなというふうに思っております。これはワンティームフォアドリームっていう我々の一つの言葉ありますよね、はい、ありましたね、はい、これはワンティームなんです。フォアワードリームなんです。私らもボランティアも含めて日本人がこの一つの気持ちになってオリンピックを成功させるんだと、こういう気持ちだと思います。そういう意味でもきっかけを作ってくれたこのバッジとメアヘルプユーのバッジと登録書、これは一生私にとっては宝物だということで今日お持ちました。以上です。ありがとうございます。私も持ってます。私もあ、皆さんお揃いですね。はい、持ってます。そう、心出しが高い皆さんありがとうございます。はい、では、はい、私はこれです。パーカーなんですけれども、先ほどから申し上げておりますが1991年世界卓球大会の時初めて審査員の通訳 のアシスタントをさせていただいた時のものです。でここに本当はいけないのかもしれないんですけれども、
選手のサインがあります、はい、これなんですけれども、これ私先ほども申し上げました通り卓球大会で卓球のルールを知らない審査員のアシスタントだったものですから、もうルールブックと審査員のこうそのこのぐらいの厚いバインダーを持ってずっと3日間こう歩いていた時にちょっとぶつかりそうになった選手の方がいらっしゃって、で少し話をして何を持ってるのって言われて、申し訳ないけどルールブック持ってるっていう話をして、あそうって言ってすごく笑顔な方で、でちょっと周りの方もボランティアの方でサインをその方にいただいていて、で私は選手を誰一人申し訳ないんですけど分からなかったので、見てたら最後になんかこうペンをこうやってやってくださったので、じゃあって何も持ってないので、バインダー以外何も持ってなかったので、じゃあここにって言ってここにって言われながらサインをしてくださったんですね。でその方がどなかったかっていうと、スウェーデンのヨルゲン・パーソンって言って、今今回の東京2020大会の、スウェーデンの卓球の監督なんです。すごい。これをちょっと何か言われた時に思い出しまして、であるかなと思ったんですけど、実家の母に連絡をしたらあるわよって言って、どうしてかなって言ったら母が気に入ってこれをよく使っていたみたいで、すごく綺麗になって30年経ってるんですけど全然ほころばずにあります。これが私にとってはもうボランティアを始めるきっかけだったし、あとその選手っていうんですかね、そのオリンピックの選手っていうか世界大会に出られる選手という方にお会いして初めての、でもやっぱりすごい笑顔が今でもその一瞬だけがキラキラと、なんかすいませんちょっとお年を取ったから申し訳ないですけど王子様のようにその時はですね思って、ボランティアにハマったきっかけにもなりました。はい、せっかくなのでもう少しこう広げてサインのところを見せていただいてもよろしいですか。はい、でこのそのヨルゲン・パースさんって知らないでいただいて、会社に仕事をしてた時に詳しい方がいて、僕も卓球大会見に行ってたよ3日間って言って、あそうですか、でこれ誰のサインだかわからないんだけどって言って見せたら、おい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 、これ男子シングルスで優勝した、その時ですね、ヨルゲン・パーソンさんスウェーデンの選手のじゃないかって言って、これは大事にしなきゃダメだよって言われたの、それまで知らずに過ごしてしまったっていう、はい、今回いらっしゃったので一生懸命卓球の時にスウェーデンの時に見れないかな見れないかなと思ったんですけど、やっぱり監督はなかなか見れなくて、はい、残念でした。あでも、はい、いらっしゃって、はい、嬉しいです。いい話ですね。ありがとうございます。なんか先ほど綱さんがこれまだ使う機会がないっていうこのカードなんですけど、まあ私もアイさんも持っているんですけども、持ってる方たくさんいると思うんですけども、なんか私としてはなんかもうとにかくまあ今がなんとかこう いつか多分終わると思うので、そしたら多分使う機会っていうのは実はなんか増えるんじゃないかなと、まあこれ希望もあるんですけどもすごく思っていて、この間選手の方とかもこう結構選手村でかなりそのバブルの中でこう制限がある中で選手村の中ですと なんか食堂とかですね、なんか東京の夜景とか一生懸命 SNS に載せてくれてたりとか、あと外国の記者の方も多分行動ルールとかがあってなかなかその厳しい中でもなんか日本の コンビニの魅力みたいなものを結構 SNS で発信していたりとか、こういう制限の中でも皆さん日本に来てなんか日本の魅力をすごくこう一生懸命伝えてくれてるようなすごく気がするんですね。でそれがものすごく嬉しくて、なんでしょうね、日本に来たいとかいう方も結構いるんじゃないかなとか増えてるんじゃないかなとか、日本の魅力って意外と自分が思ってるももしかしたら伝わってるんじゃないかなみたいにちょっとこう前向きに考えている時もありまして、この3人がですねこのカードをガンガンこう使うような日が多分今回の大会を機会になんか早く来ればいいなってすごく思います。同感です。はい、そうですね、みんな今回これをオリンピックをきっかけにボランティアされた方がいっぱいいらっしゃったと思うので、いっぱい仲間が増えて、はい、いいなと思います。そうですね、
ですね。じゃあ、皆様の今後の目標についてお伺いしていきたいんですけれども、そのオリプラ大会に向けてでもいいですし、もう少し大きな先を見据えての目標でもいいですし、お話しいただけますでしょうか。今回、シティボランティアということで、先ほどお話しさせたように、なかなか現場へ出るチャンスがないわけですけれども、私自身はですね、常にやはり先ほど語学の話が出ましたけれども、語学は英語だけじゃありませんけれども、一つの思いをですね、コツコツと続けていくことが大きな木になるというふうな信念を持っています。ですから、この今小さな広がりがですね、思いがいずれは大きな木となって、オリンピックは平和の祭典ですから、このオリンピックはパラリンピックもありますけれども、平和の祭典として大きな木と育つというふうに、確信をしておりますし、我々もその中のメンバーの一人として今回ボランティアに参加することができました。小さなことを積み重ねていけば、いずれは大きな木となるんだなという信念を持ってですね、語学もコツコツと、もし海外からいらっしゃる方がいるんであれば、先ほどお話したように、まず日本語で喋りかけますけれども、ノーとかダメとか言われたらですね、今まで学んできた、英語しか話せませんけれども、バッジを見せながら、May I help you と、What can I do for you とかですね、そういうことで、相手を思いやりを持った気持ちでですね、ボランティアをやらせていただければなというふうに思ってます。以上です。今綱さんお話しくださって、多分に別 に日本語で話しかけても全然大丈夫だと思うんですよ。意外とそれすごく喜んでくださる方とかもなんかこう増えてくると思うので、せっかくこの東京大会で、日本東京の魅力をですね伝える機会もできて、我々もこう意外とつながってないようで、オンラインの交流会ですかみたいなものもありましたし、なんかこう気持ちを一段階こうみんなでつなげる機会もあったと思うので、ぜひ、今回の機会を忘れずにですね、私の場合は一つはやっぱり自分の生まれた地元、それからあとは今自分の住んでいるまずは地域、そこを中心になんかもっともっとできることを一生懸命考えていきたいなって思います。そうですね、私も皆さんと同じようにやっぱりこういうボランティアの機会でまたきっとみんな意思を持って参加される方がいっぱい増えたので、またいろんな大会とかでお会いできるのはすごく楽しみにしていますし、あと最近ですと昨年のラグビーのボランティアの方ですね、私は海外何人、お友達が何人かいて、その方々から本当に絶賛でした。すごいって、日本のボランティアはすごいし、あとウェールズの音楽歌をね、みんなの前で子どもたちがサインを待ってる間に選手にこう囁くように歌い始めたりとか、そういうのは本当に日本人の心だってすごく絶賛されたんですね。なのできっとまたチャンスがあると思うし、またこうやってボランティアをするとまた楽しい仲間が増えますので、ぜひこのまま、あと息子がやっぱり今回空手を見てて、母さんこれすごいねって、いつもテレビあんまり見ないで、もう 10代の子たちってスマホとかタブレットとかそういうのばっかり見てるんですけど、オリンピックのちょっとした瞬間を見て、母さんこれすごいねって言ったので、きっと次の世代の子どもたちにできたらボランティアとか参加できてもらえるように、ちょっとこれを機会にやりたいなと思っています。ボランティアの魅力とはズバリ何ですか？私は自分を
なんか楽にできるっていうか自分の意識を楽にできることだと思うんですね。つまりは多様性を、相手の多様性を認められるので、あのね、芋掘りでこうね、あのランドセルで行くって言われても、なんか、あ、そうって、なんでなんだろうってちょっと止まれることができることが、きっといろいろな世界の人たちとコミュニケーションを取ることだと思うんですね。まあ、それもそうだし、近所の人とかもそうだし、人のトラブルをなくしていくことだと思うので、ぜひあのボランティアは自分が自分でいいんだって、うん、きっといろいろとみんな嫌な思いをしたりとか辛い思いをしたりすることもボランティアであると思うんですけど、あ、振り返ってそれを認めた時に自分がこれでいいんだって、ちょっとあの自信を持って生きられるんじゃないかなって、あの思うのが魅力かなと思います。じゃあ一言だけ、今愛さんがおっしゃったことと共通するかも分かりませんけども、あのオリンピックを通してですね、最初からコンセプトというか、それはダイバーシティインクルージョンなんですよね。だからその意味を何言ってんだろうかなということで見たときに、どこも一緒じゃなくてなんで日本語で言わないのかなというふうに感じましたけども、あの多様性、それでお互いにみんな違う考えを持って世界いろんな方がいらっしゃるんで、それは多様性ですよね。それをあの言葉は違っても、宗教は違っても、まあ、肌の色は人種が違ってもですね、インクルージョン、尊重し合うというか、簡単に言うとそういう意味だと思うんですね。包括するっていうのはね。そうですね。包括するっていうのは相手の気持ちを理解するっていう意味だと。はい。それは理解しようと努力しなきゃできませんし、相手を思いやらなきゃできないですよね。まあそれはオリンピックの一番の究極の目標、世界が共通して平和を続けることなんだ。そこに私はですね、つながっていくんだなということで、横文字は嫌いですけれども、それを見て東京オリンピックという目指す目標はこれなんだということで、ダイバーシティインクルージョンという言葉を使っていただいたんだなというふうに理解を変えしました。考えを変えました。以上です。素晴らしい、ありがとうございます。はい、サチさんが思われるボランティアの魅力とはずばり、ね、すごい、もう お二人言ったこと、私 もう全くもう同感っていう感じがします。一つ、今回その応援メッセージの中で、私あの二つ今のところ出してるんですけども、二つ目のところで、何ですかね、スタッフのスピリット、スタッフの精神っていうところで、ワンティームフォーOur dreams っていうのがあったと思うんですけども、なんかそれに引っ掛けてなんか作りたいなと思って、うん、One World for Our Peace っていうのをあの出したんですけども、あのまさにそのツナさんがおっしゃったことにもつながってると思いますし、あの本当にこうなんか勇気を持って笑顔で、まあ、一歩踏み込んで、あのみんな同じ地球上にいるということで、なんかこう強い気持ちを持ってこう笑顔で前向きにあの進んでいきたいなっていう感じがしました。一ついいですか。はい。あの今サチさんが言ったワンワールドワールドフォーアワーピース。ワンワールドフォーアワーピースですよね。平和のために我らは一つの地球だよと、こういう意味だというふうにおっしゃると思いますけれども、はい、あの。東京オリンピックのあれこう見てたら、もう一つですね、非常にいいなと思ったのは、ワールズをザをつけないで、ワールズっていう複数にして、それをウィーシェアっていうふうになってるんですよ。我々は分かち合う、世界は別々でだけども、それは先ほどお話したように、平和になるためにお互いに民族が理解し合わなきゃダメですよね。だからワールドの意味はそこにあるんだっていうふうに書いてありましたけど、それを分かっちゃう、確かに間違いないなと、サチさんもそういう共通な思いでいらっしゃるんだなというふうに認識させていただきました。それとあと一つですね、個人的なことを申し上げると、
私あの長岡市、新潟県長岡市の生まれなんですよ。1964年にオリンピックがあったときは小学校6年生でした。それでその閉会式で平和いいなと感動したんですけども、長岡は毎年8月1日、2日、3日が大花火大会って、皆さんもご存知の方もいっぱいいるかも分かりませんけれども、花火で有名なあの新潟県の長岡市です。その8月1日、2日、3日がなぜそこなのかというと、8月1日の10時から8月2日の0時30分まで2時間半爆撃 B29 が焼夷弾を落としたんですよね。それで焼け野原になって何万人近い長岡の人が亡くなったんです。それを鎮魂をしようということで1日2日3日はね、必ず同じ日なんですよ。土日関係ないんです。それで1日は鎮魂の花火なんですよ。全部2日3日も鎮魂なんですけども、1日は平日であっても花火が白菊の花火って言って、お葬式に出ると白い菊が並びますよね、はい、それをイメージした真っ白な大きな花火がザタン、ダサンダサンと上がるんです、うん、そのために戦争はない世界になろうという意識をですね、小さいながらに子供に教えるんですよ。これはなぜ花火が上がるのかって意味をですね、先生じゃなくて学校でも教えますけど、親が子に伝えていくわけです。そういう意味でやはり今回のオリンピック平和の祭典ですので、ぜひこれからも我々は平和を、まあ、守ることがその一員として、あの人類の中の一人としてボランティア精神を持ってですね、やはりやりたいなと、まあ、単純ですけどそのように感じてます。以上です。ありがとうございます。それでは最後にお一人ずつカメラに向かってメッセージをお願いいたします。視聴者の方に向けてメッセージをたくさんからお願いいたします。はい、あの特にシティキャストの方、あのもしかしたら当初よりもちょっとこう役割とかは変わってしまったことがあるとは思うんですけども、あの本当にできることってあると思います。だからぜひこうみんなで一緒にですね、まあ東京の魅力、それから日本の魅力をやっぱりもっと発信していきたいし、選手の方、これからもまたパラリンピックが始まって選手の方またいらっしゃいますので、ぜひみんなであの力強い、あの温かい、たくさんの応援メッセージを一緒に届けていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。夏菜さんお願いいたします。はい、今日が閉会式ですけれども、どんな閉会式になるのか非常に楽しみにしております。コロナ禍の中でどのような形になるのかなと思いはありますけれども、心は一つだと思います。あと8月の24日からですかね、24日から9月5日までパラリンピックがありますけれども、これは観客に関してはどうなるか分かりません。しかしながら私はこのオリンピックと同じようにですね、テレビを見ながらになるかも分かりませんけれども、ぜひ選手の方を応援したいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。愛さんお願いいたします。はい、私はあのやはりサッチさんとかツナさんとかがおっしゃってたように、やっぱりあのワールドピースっていう言葉がすごくあの大事だということと、あと子どもたちに伝えていくっていうことが大事だということを教えていただいたので、今日はあの家に帰ったら子どもたちに話をしたいと思います。あとぜひあのまたこういったボランティアで皆さんとお会いしたいと思っています。以上です。ありがとうございました。サチさん、ツナさん、アイさん、ありがとうございました。本日のインタビューは以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。